生写真、昨日はね、生写真撮影をやってきました。何パターン撮ったっけ。結構撮ってます。毎回1回の撮影で結構撮るので、結構撮りました。リングライトがさ、今故障してて使えないんですよね。なので結構暗いけど、前髪切らないと長いな。いいところにこれがあった。今こういうさ、前髪がちょっとこう束になってるじゃないですか。それにこれをかけるといきますよ。ほら、サラサラになるんです。すごくない？めっちゃサラサラになるんですよね、これ。すごいよね。これ結構ね、メンバーとか使っててめっちゃいい。やっほー。昨日は生写真終わって、藤子こと生写真のあの時間が一緒だったんですよ。それで生写真撮影終わって一緒に写真を撮りに行きました。今日写真あげようかなって思ってます。シューしてケープとかはなし。外に出るときとかはケープします。でも今はもう配信終わったらお風呂入るだけなんで。これは固まらないです。これは固まらない、全然。ただサラサラになるっていう。これはね、持ち運びサイズ、あのもう一個大きいやつもある。夏休みの課題は今ね、必死に携帯のメモに作文を今考えてるところです。今日はそれをあの原稿用紙に写すところまで行きたい。今日は人権作文を完成させます、絶対に。せっかくメイクしてるし、髪の毛もしてもらってるから、写真撮り行かないとってことで。前髪自分で切れます。これめっちゃ安いよ、これ、うん、いくらくらいなんでしょう。今日で730日。前も聞いたけど、2周年の特別配信って計画されてるのかな。今のところ記念配信何も言われてないんですけど、でも劇場でやるのもいいんだけど、お家でやってもいいかなとか考えてますね。前は劇場でやったんだけど、記念配信、今年はお家でもいいかなとか思って。どうなんだろう。
どうがいいですかね。7期生フォローしました。なんか生写真昨日から始まったじゃないですか、7期生ツイッターが、個人ツイッターで。なんか昨日ね、一緒にこう行く道がララパとモカピが一緒の、あのそういなんてタクシーで、その時になんかめっちゃツイッターの話してるなと思ったんですよX か、 X の話してるなと思って、そしたらやっぱり昨日始めるんだったんだね。ならばモカピンに相談されたかな。ん、何を。ポッペはすっかり X に慣れてるよね。そりゃ何年もしてますからね。でもそれまでは X とかやったことないし、あんま見ないっていうか、初めて見なかったからさ、全然やり方わかりませんでした、最初はね。25日直行転居ありがとうございます。リリンガの生誕祭行きます、ありがとうございます。2周年記念の場所は運営さんと相談したら、そうですね、でもお家でもいいかなって思ってるけど、どうなんだろう、多分お家どっちがいいかな、考えてなかったですね。劇場でやるのもいいけど、飾り付けとかはまあお家の方が気軽にできるというか。どうしようかなって感じです。劇場でやるなら飾り付けはメンバーでする感じ、メンバーでも、メンバーというか、まあ、自分でやるか、まあ、自分でやるですね、うん、マネージャーさんも手伝ってくださったりはするけど、お家の方がやりやすいですね。この飾り付けの道具を持っていかないといけないからさ、片付けとかもあるし、どうしようかな。七期生のショールームいつ始まるか楽しみ確かにショールームとかで結構ね、その子を見えてきそうですね。こんな子なんだ。多分毎日配信やる子とかもね、きっといると思うので、ぜひ皆さん見てあげてください。でももう X 始まったから、次は近いんじゃないかな、始まるのは。
こんばんは。バウチさん連もした、ありがとうございます。今日このごろさん星ありがとうございます。ニャンダさんハートありがとうございます。 MJ ジュニアさんタコありがとうございます。チカクさん金魚ありがとうございます。トールンさん連もしたありがとうございます。ポアロンさん金魚ありがとうございます。マハマロさんかわいいありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。ジャガーさん金魚ありがとうございます。ホタテさん2周年おめありがとうございます。サモンさかなさんかわいいありがとうございます。カズターカーさんガオリッペさん連あ混ぜた星ありがとうございます。タオン魚さん尊いありがとうございます。カズターカーさん金魚ありがとうございます。タオン魚さんレインボースターいいねありがとうございます。ホタテさん金魚ありがとうございます。ヒデさん星ありがとうございます。博多なるなるさんレインボースターありがとうございます。カズターカーさん花火ありがとうございます。近くさんハートありがとうございます。マインドくんレッドファイブさん金魚ありがとうございます。ムハンマルさん2周年目ありがとうございます。マクリザシさんバラありがとうございます。マイノくんカードルツさんハートありがとうございます。バウッチさんヘタッピさんマハンマロさん星イルファンさん星ありがとうございます。キキちゃんカードルツさんトムさん、金魚ありがとうございます。プリタンタさん星ありがとうございます。ヘタッピさんクマありがとうございます。トモハンさんハートありがとうございます。マーさん星と金魚ありがとうございます。カズターカーさんレインボースターたくさんありがとうございます。ヤッシンさんかなハートありがとうございます。ありがとうございます。七期生すごいね、個性強すぎてX 見るのがめっちゃ面白いんだけど、なんかめっちゃ LINE みたいな面白い、LINE 覗いてるみたい。7キロラムネ公園の見た感想ってある？まだね、実際に事務所に行ってっていうか公演を見れてなくて、まあ、DMM でちょっと見たりとかしかしてないんですけど、めっちゃ可愛くないですかラムネ公園って。めっちゃ最初の1曲目のなんだっけ、兆しの立ち位置がやばい。めっちゃもうずっと動いてるくない？コープの逆上がり公演がまた見たい。逆上がり公演めっちゃ難しい。逆上がり公演ラムネ公演見に行きました。なんかちょっと経って鬼没墓があったから、でしかもその前にパタドラとかも出てるし、だいたい公演のね流れとかやり方とかっていうのは知ってた上でやってたんだけど、なんかさまだ7期生とか加入してちょっとなのにさ、あの MC もさ喋れてさ、めっちゃすごいなって思います。初めてのね公演出るのがね研究生公演で、あんなに喋れれてめっちゃすごいな。思います。14日に逆上がり公演コッペで出てくれて初めて逆上がり見れて幸運でした。嬉しい、よかった。バウチさん2周年目ありがとうございます。リュウちゃんがハキハキがすごいリュウちゃんね、最近の子はすごい本当に。いろいろいろんな声を覚えてアンダー出てってすごいと思う。でもよく考えるとすごいよね、あんな公演一つにまあ何十曲もあって、何十曲もないか十何曲あって
それをまず振りを覚えて、歌詞を覚えて、いちいち覚えて、それをかける2、2何かける何やってる人いる、めっちゃすごいなと思うんだよね。ちゃんと改めて考えるとね。それを何公演もでしょ、すごい。ザキザキザッキーさん、ハートありがとうございます。マッサルさん、金魚ありがとうございます。博多なるなるさん、レインボースターありがとうございます。すごいよね、振りと歌詞とポジションと、どれが一番難しい。どれが難しいんだろうね。なんかめっちゃ顔赤くない？どれが難しいんでしょうね。でもここ点じゃないかな、一番はやっぱりここ点が一番難しいと思います。目撃者は、でも目撃者、ここ点かな、不毛とか覚えたらね、そうでもないんだけど、一番カトレアとかめっちゃ嫌いっていうか、めっちゃ嫌いだった覚えるとき、もうわからないってなる。めっちゃ立ち位置多いし、100年先とかも、リボンとかももう難しかった。ハイウェイも難しいやん。古典ですね、やっぱ一番はここ点です。なんか逆上がりは自分で動画見て覚えていって、実際に先生に正しい振り教えてもらって、で振り入れから入ったのでそんな難しいってことはなかったんだけど、ここ点はまあ自分で動画見て覚えて、もう本番だから間違って覚えてたら先輩が教えてくださってその場で覚え直して、だからまあ振り入れから入ってる方がいいですね。でもでの知って劇場ではしたことはないです。サマステで初めてやりました。ここで側転してほしい。無理です、側転は絶対にできません。私はもう側転で苦い思い出があるので、もう小学校と中学校のもうマット運動でもうトラウマなんです、私は側転なんてできません。でも目撃者はね、初日はボロボロだったので、目撃者で、目撃者は今となってはめっちゃ出たいです。出れる機会あんまりないけどね。ヤクさん、レインボースターありがとうございます。本当に側転だけはできないです。ちょっとウェフカナちゃんなら側転できる。ウェフカナちゃんはできるけど、立花の心はできません。来年の生誕祭までに練習。なんで？来年？コッペ基本的に何でもできそうなイメージ。全然何もできません。できることの方が少ない生誕祭で披露しません。寒い。
運動神経良さそうだけどね。運動神経は良くないですね、小さい頃から。ガジャのレッドボディには驚いたね。すごいんですけど、あんなの。マサさん2周年おめありがとうございます。ギターとか弾けるようになってみたいですね。ギターとかしたことないんですけど。リンカ生誕はカービィディアス着ていきます。なんで？カービィ？生誕 T シャツじゃない。オーガスト楽しみですね。オーガスタの練習とかやってます。明日はオーガスタの明後日オーガスタのリハーサルがあります。コッペは今年の夏は花火は見れた。花火は見に、あれ花火見に行くは言ってないかも。チラッと見ることとかはありました。えぐっちゃん猫飼ったの知ってた。知ってた。角田やすしさん、2周年おめたくさんありがとうございます。コップの弾ける楽器は何種類？1、2、3、4。リコーダー、ピアノ。ピアノ弾けないけど、まあ弾ける。リコーダー、ピアノ、鉄筋、木筋。あと何があるっけ。ピアノはハッピーバースデートゥーユーは弾けます。あといつのことだか思い出してごらんも弾ける。あとなんだっけ、あれ、なんか小学校の時にね、なんかなんだっけ、小学校の時になんか1人1個楽器を演奏する。でそれで1人1個なんかの楽器を担当して練習してなんか演奏するみたいなのがあったんですけど、その時になんかピアノを誰もしたがらなくて、まずまあできる人が少なくて、ピアノ誰かできませんかみたいな。それで私がじゃあやりますって言ってピアノをやることになったんですけど、私何もピアノできないんですよ。もちろん習ったこともないし。でも家でキーボードで練習してできるようになりました。ピアノやりました、その時だけ。学校の昼休みと中休みも全部音楽室に行って練習して、ピアノが上手い子についてきてもらってやったり、お家でもキーボードがあるんですけど、それでやったりしてなんとか弾けるようになりました。
何の曲だっけ。テラテラランみたいな、なんだっけなんだっけ、忘れちゃった、何の曲か。カズピさん、ハートありがとうございます。楽器弾けるの羨ましい。全然弾けないけどね。リコーダーマジでうまいよ。リコーダーはちょっとな、結構上手。今リコーダーあるかな部屋に。ヤクさん、レインボースターありがとうございます。オブラディオブラだとか、黄色いリボンとか知ってますか皆さん。なんかそれを朝リコっていう、朝の会の間にリコーダーをやる時間があるんですよ。朝リコって言うんですけど、それをそれの時にみんなで練習してた、小学校の時。アルトリコーダー、普通の、あ、アルトリコーダーもできますよ私。普通のリコーダーとアルトリコーダーできます。どっちもできる。結構得意でしたね、リコーダーは得意でしたね。アルトリコーダーのが難しくない？なんか指が違うじゃないですか。私の前髪ってさ、こっちにさ流れてるんですよね。すごい癖があるんだよ。ミレドシシドシラドシラソソシレソシレソシレソレドシドシラソソシレソシレソシレソレドシドシラソシシシシシラソファララドドドドドドシラソレレレレレレドシドレミミレドシシドシラドシラソソシレソシレソシレソレドシドシラソソシレソシレソシレソレドシドシラソってずっとずっと唱えてた唱えさせられてた、音楽の先生に。めっちゃ覚えてるんだよね。なんかずーっとみんなで唱える時間があって、じゃあ5分間口で言ってみましょう。今リコーダーないかな、ちょっと吹きたいんだけど。
ハイタッチ会11時受付が始まっております。皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。11時受付始まってます。待ってます。ぜひお話し会、ハイタッチ会か来てください。オンライン握手会はどこでもできるのでやりやすいと思います。お待ちしております。今回は福岡、愛知、神奈川であるので、横浜か、皆さんお待ちしてます。あ、58分だって、やばい。じゃあランキング読もうかな。58分。と13位、かおりぺさんありがとうございます。12位、ポテチーさんありがとうございます。11位、やくさんありがとうございます。10位、ムハンマドさんありがとうございます。9位、博多なるなるさんありがとうございます。8位、ヒデさんありがとうございます。7位、バウチさんありがとうございます。6位、カズターカーさんありがとうございます。10位、マイナ君ありがとうございます。4位、ミジェジニアさんありがとうございます。3位、カークダヤスシさんありがとうございます。2位、ヘタピさんありがとうございます。1位、タオンサカナさんありがとうございました。では終わりたいと思います。今日はまずは福岡の方から完売を目指しているので、皆さんぜひ会いに来てください。明日も夜配信です。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。切れない。またねー。